崩壊スターレール検証無課金初動編。こんにちは、コバトーンです。崩壊スターレールって無課金でも結構遊べるんですよ。そこであえてナナシビートの贈り物をレベル50まで完全無課金でプレイしてみました。プレイしてみるか課金してみるか迷っている人は参考にどうぞ。ナナシビートの贈り物はボーナスシステム、プレイするほどポイントが溜まっていく仕組みで、それに応じてアイテムがもらえます。そのためある程度プレイ量の指標になるんじゃないかと思った次第です。なお毎日コツコツプレイする人なら25日前後でレベル最大って感じ。気になるガチャ回数は、初心者応援ガチャが50回、通常ガチャである群生跳躍が106回、ピックアップガチャが102回、公園水ガチャが58回、というわけで合計316回ガチャが回せました。星4キャラは3歩以外の全員確保できていて、星5は主人公を除けばゼーレ、元凶、クラーラの3人ですね。初心者応援ガチャは確定で星5がもらえますし、他にも250回以上回せてることを考えれば、星5が3体は確定で引けます。ストーリーも無課金で難なくクリアできましたし、課金要求はかなり低いゲームだと思います。今後、アップデートストーリー追加になれば、もっとガチャ石は集められると思います。ひとまずバージョン 1.0 の情報として参考まで。